も元気ですお願いします。今日はですね、皆さんはパンツに関してどんな意識を持っていますでしょうか。でももちろんクロスキニーも大事だし、あとワイドパンツも重要です。ただそれだけでもまだ物足りなくて、というのもそこにテーパードパンツが加わると一気にコーディネート幅は広がるし、あとはスタイルもよく見えるし、あとは足が太い方でもすんなりと足をきれいに見せることができたりとか、ものすごく魅力的なパンツなんですね。なのでそんな本日は僕も大好きテーパードパンツを皆さんにご紹介して、この夏スタイルよくなおかつかっこよく、そして皆さんのコーディネートの幅が広がるようなそんな動画を作れたらと思ってご紹介したいと思います。では早速いってみよう。はい、本日はクロスキニーワイドパンツ以外のテーパードパンツを皆さんにご紹介したいと思います。イエーイ。ということで、で今回ご紹介するのがこちらのリドムのビエランキャバアンクルスラックスなんですが、今ねこれがものすごく大人気なんですよね。でさらになんですが、こちらのねグレーが今まず再販すれば再販するほどすぐに完売してしまう超人気アイテムなんですが、それの本日はブラックをですねがっつりとご紹介したいと思います。イエーイ。ということで、で中にはもう俺クロスキニー持ってるからいいやだったりとか、あとはもうワイドパンツ持ってるからなんか別にアンクルスラックスだったりとかテーパードパンツに関して魅力そこまで感じてないよって方がいるかと思いますが、それだとねものすごくもったいないですね。というのも様々なパンツを履きこなしたらそれだけこうおしゃれな印象になるんですね。さらにあとは女子受けのところを考えると、ワイドパンツまあ非常にかっこいいですが、ワイドパンツ以上にスタイルよりこうキュッと細く見えるのがテーパードパンツでありますので、女子受けのところだけで考えると絶対的にアンクルスラックスの方がワイドパンツに比べるといいんですね。さらにあとこちらのコーディネートでもありますが、足首が見えてるだけでこれ夏はおしゃれに見えるんですね。それは何でかというと清潔感を感じるからなんですよ。あとはアイテムが少なくなってくるとバランスをねよりよく見せることが難しくなってくるんですが、足首が見えてるだけでシルエットもよく見えてなおかつ清潔感も感じるので、ビエラキャバアンクルスラックスはそういった面で夏履くとものすごくよく見えるんですね。というのは本日ご紹介するアイテムがこちら。というのもですね、僕現地改めてリドムでですね買っちゃいました。イエーイ。ということで、もうずっと欲しかったんですがこの度ついに手に入りました。早速開けていきましょう。ドゥルルルルン、ジャランジャラン。ということで、はい、こちらですね、リドムのビエラキャバアンクルスラックスでございます。イエーイ。ということで、去年ですね、一番こう、リドムが立ち上げ当初でですね、テーパードパンツ出してたんですが、すぐに完売してしまって、今年のね、春頃にずっとずっとこう、再販してくださいだったりとか、今年はアンクルスラックス出るんですかっていうリクエストをいただいてまして、今回ですね、ついにリリースしたんですね。で、さらになんですが、今回、今年のですね、センタープレスを入れました。ですので、より綺麗めの雰囲気も出せるし、あとこちらの動画でもご紹介しましたが、真ん中に線が入っているだけでより足のシルエットが綺麗に見えますので、そこの部分でこう魅力的な点だなと思います。はい。さらに今回ですね、日本製で作らせていただいてます。ですので非常にクオリティも高くて、あとは、まあ、前回のねグレーのねパンツをご紹介した時にも言いましたが、あの太ももがね喜ぶんですよね。まあ、毎回こう本当にワイドスラックスの時にも言わせていただいてますが、はい。ということでこれをね一枚、生地を挟んでることによって、夏ってどうしてもさ、太ももってか汗かいちゃうと思うんだけども、もう履いたね、一人しかわかんない、もう本当にここが涼しく、よりこう風を冷たくこう感じさせてくれるので、そこの部分で非常に魅力的なのと、あとは、なんといっても、このストレッチ性ですね。このストレッチ性があることによって、こう足の太さを選ばなかったりとか、歩くときにどうしても、まあ、あの膝を曲げるじゃないですか。その時に、そのストレッチ性があるだけで、ビビるぐらいの歩き良さを実現してくれるですね。でさらにウエストを選ばないんですよ。この今後ろにゴムがある、ここまで伸びるんで、ここまで伸びる。だから僕今 S サイズを選んでますけども、僕以上にウエストが細い方全然いるかと思います。そんな方でも全然、ウエストを心配せずに履けるのも、このパンツの良さでございます。はい。さらに夏ってこうアイテムがね少なくなってしまうから、結構こういったこう T シャツでこう派手な色だったりとか、あとは柄シャツとか様々いろんな上で結構派手なアイテムを買うことが多いかと思うんですね。でそんな時にパンツも派手だったら派手に派手なものを合わせてしまうので、すごくねコーディネートチグハグしてしまうんですけども、コーディネートでトップスを派手なものを選んだら下で落ち着かせることだったりとか、黒いパンツを履くことはものすごく重要なんですね。なので黒のねビエラキャバアンクルスラックスはものすごく重要なんですね。はい。ということでちょっとね変な絵面なんですが、早速履いていきたいと思います。いきます。あーくー、いやね、いい、めちゃくちゃいい。ちょっと透明見てもらいましょうか。はい。全身がこんな感じでございます。いかがでしょうか。このように足首が出ているので清潔感感じるのと、あとはこういうちょっと
厚みで可愛いカラーの T シャツも、黒いパンツ、そしてこのシルエットがキュッと細く引き締めてくれるので、そこも非常に魅力的な点でございますし、さらにあとは彼でタックインをしました。このようにタックインすることで、黒いパンツってちょびこすることが難しいんじゃないかとか、思う方いるかと思うんですけども、タックインすることによって個性を見せれたりとか、あとはこういったウォレットチェーンだったりとか、こういった細いベルトなんかとも見せるとほんのり個性も出せるので、非常におすすめな点でございます。でさらにこういったねバッグとかもガラスと今年流に購入とかできるのかなと思います。あと、何よりねこのね全くストレスフリーな、履き心地がマジでヤバいんですよね。というのもそうだ、インスタグラムでその DM をくださった方がいて、今までスラックスを履いたことがなくて、今回初めてビエラギャバアンクルスラックスの S を購入させていただきました。サイズ感、履き心地、肌触り、シルエットなどめちゃくちゃよくて気に入ってます。これからも頑張ってください、応援しますというね DM をくださって、本当にねこの自分が本当にこう頑張って作ったものが特定だっていうのはすごかったし、あとは、もうみんなもねいいと思っていただけてるんだなっていうところで非常に嬉しかったですし、さらにあとこちらリガムのアンクルパンツグレーとブラック届きました。これヤバすぎません？やっと見つけました、自分にぴったりのアンクルパンツ、ヤバかったので追加で頼みました、ありがとうございます。ケンジさん、いやこちらこそ本当にありがとうって感じなんだけど、本当にこうなんだろう、あ履き心地いいなを飛び越えてなんか感動するんですよね、良すぎて。太ももは喜んでるし、歩きやすいし、シルエット今鏡見てるんですが綺麗に見えるから、それの部分で一人の多くの方に履いてほしいんですよね。あとストレスフリーに履けるので、そこも本当におすすめです。はい、次のコーディネートに着替えました。このようにこうちょっとね印象強いガラシャツなんかとも黒いパンツ、そして可愛げのあるショルダーと合わせることによって、そこに中和が起こりかっこいいコーディネートになります。いかがでしょうか。なので一人でも多くの方に黒いこのビエラギャバアンクルスラックスゲットしていただきたいなと思います。いかがでしょうか。どの全方向さ良くない。はい、次のコーディネートがこちらでございます。こういった思考で見たらねあんま変わんないんですが、色のあるトップスと合わせもいいんですよね。なので今さこうブルーのものだったりとか、もちろん強い T シャツとも合いますし、あとはまあガラシャツとか、あとはこういったブラウントップスだったりとか、もう合わないトップスを探す方が難しいぐらい着回しがしやすいし、この夏マジでかっこよく過ごせるパンツなんですよね。なのでデートで何のパンツ履いていけば分かんないっていう方にはものすごくおすすめです。もうこれさえ履けば間違いないですね。はい、では本日はどんなトップスにも合って着回しがしやすく、スタイルをよく見せてなおかつ清潔感をプラスさせてくれる、こちらのニダムのビエラギャバアンクルスラックスを皆さんにご紹介しました。こちらの購入リンクだったりとか、あとはこちらの詳しい詳細が見れるリンクは下の概要欄に貼ってありますので、ぜひ覗いてみてください。そして前回のこちらの動画でグレーのアンクルスラックスをご紹介した後すぐに完売になってしまったので、できるだけ早くご覧になっていただいた方がいいのかなと思っております。さらに今回ですね、今リドムでは夏のセールを行っておりまして、今回特別にですねこちらのパンツが通常では7560円でリリースさせていただいてるんですが、今だけなんと夏のセール価格で6048円になってお買い求めしやすくなっておりますので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただければなと思います。ではこちらの動画少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上ケンジの動画でした。ありがとうございました。言ったんですけども、足が太くてパンツでこう綺麗に見せるのが難しいよっていう方は多いかと思うんですよね。さらにこうスタイルをよく見せることがなかなかこう実現するのが難しいっていう方も、こちらのパンツ履けばマジで間違いなくて、というのもタックが入ってですね、ここにタック、こう生地を余分に作ってここで折り返してるんですよね。なんでウエストの部分はこう細く見せることができて、なおかつ太ももの部分は太くて大丈夫なんですよ。で徐々にこう細くなってって、足首のところでキュッと細くなってるので、まあ、足首がさ太いっていう方あんまいないと思うんですね。なのでスタイルを選ばないっていう点で誰でも履けるかっこいいパンツなんですよね。でウエストも今 S サイズなんですが、はい、これぐらい伸びるんですよ。これぐらい、これと
これとこれだいぶ差があると思うんですよね。なんで早速履いていきたいと思います。はい、ということで